Mix Spot Radio。 皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。私もついに iPhone デビューしちゃいました。今までがずっとねガラケーで、いきなり6プラス周りの人の方がね結構驚いて、いや傷がつかないように絶対ケース買った方がいいとか、でもゴールドにしたのに意味がないじゃんって思ったんだけど、クリアケースがあるそうなんですね。とか普段はロックしといた方がいいとか、まあいろんなアドバイスをもらったり、あとカメラがすごい綺麗だって言われるんですけど、あそうなのってそっから始まってるからね凄さがわからないで、プラスはすごく大きいって言うけど、私これくらい大きい方がいいんですよね。別に大きすぎるって全然思わないし、こっから始まってるからもうとにかくね、電話をするにもメールをするにもね、どこを触ればいいのみたいな感じで、なかなか操作に時間がかかって、電車の中でも、まだね使い方がよく分かんなくて恥ずかしいから、カバンの中でねこう iPhone 見てるみたいな感じなんですけど、いい写真アップしたいな。さあ今回も素敵な楽曲をお送りしていきます。まずはキリンで天文ストッキングス。ヒステリックな胸のサイレン、やばい感じがするぜこのままだと、天文は雲のストッキング、二度と取られちまった、まるでフィスポイ、
の一言につきます。こちらもロックバンド、サビのフレーズがとても印象的です。イロクイでヘッドフォンオーケストラ。見慣れたような見飽きたような秋花粉、夕の空に雨が降ったよ。カラッとな音があちこちぶつかって静かに怒ってるみたいに、空っぽな王様誇ってた僕に、君は言う寂しい春の秋もさらさらならやった消えてくんです。何もなかったみたい、映画みたい曲が何とも切ない気持ちにさせるんですよね。中野さゆりでリメイン。Oh,
ディオ。ギターサウンドで始まりましたが、それでは聴いてください。ミルフォートサウンドで Get Around。 すげえせーむ一粒の涙の訳を誰も知らぬまま青い夜を待つ。そしてもう一曲、これからの季節にぴったりかなと思って選びました。このタイトル造語だと思うんですけど、哀愁の愁に記憶の奥と書くんですね。西村雅俊で愁奥。沈みゆく
ディオ。ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。先日ネットで買った品物が宅急便で届きましたっていう通知が入っていたので、私のマンションはカードキーをこうかざしてロック解除するシステムになってるんですね、宅配ボックスが。でやってみたんだけど、何回やっても開かない。これ絶対ボックスが壊れてるんだと思って、そのボックス業者に電話をしてね、開かないんですけどって言ったら、あーもしかしたら荷物が引っかかってるかもしれないから、扉の上の方をどんどんどんって強く叩いてくださいって言われて、え、いいんですかってで、どんどんどんって何回かやっても開かなくて、もっと強く叩いてくださいって。いやもうね、こんなマンションの入り口でこんなことやってて、誰か帰ってきたらこの何やってんだって思われるだろうって思いながら、結局ダメで、じゃあ明日修理のものが伺いますって言われたんですね。で次の日その方が来てくれて、いや別に問題ないですけどね、ちょっとやってみてくださいって言われて、でそのモニター画面で自分の部屋番号を押して、じゃあカードキーここにかざしてくださいって言われて、え、ここって思ったんですけど、私あの画面を操作するモニターにずっとかざしてたんですよ。でもそのすぐ下にキーをかざすところが別にあったんですね。もうそれに気がつかなかっただけの話で、本当に修理の方に申し訳なくてね、もう何回も謝ったんですけど、そういえばね、それに近いことが以前もあって、デジタルピアノのね、中央のラの音が出なくなった時があって、でその時も修理の人に来てもらったんですよ。でラの音が出ないって言って、でこう直してもらって、でありがとうございましたって言って、またロジックを使ってピアノをレコーディングしていたんだけど、あれまたラの音が出ないと思ってすぐ電話して、直ってませんって言ってね、で後日もう一回来てもらって、で普通にピアノだけこう弾いたら、あれ出るってよくよく調べたら、ロジックのね、そのだからソフトの方がダメだったんですよ。でその時も修理の方に申し訳ありません、私の勘違いでって言って、もうアナログだったらもうちょっとね分かりやすいと思うんですけど、なんだかデジタルに振り回されっぱなしな気もしますが、こんな時ね、何でも解決してくれるものがあればいいのに。磯ゆう子で魔法信じるかい。もうすぐ雨が降る、そんな匂いがする、君は隣で少し荒れた手をつぶっと気にしている、僕に魔法が、僕に魔法が、僕に
修理をすれば治るけど、なかなかね、人生の問題そういうわけにはいきません。でもそこからまた見えてくるものがあります。鎌倉経営で皮肉な方程式。幸せという名のあやふやな定義はその時々で色や形を変える。それは同じままでとどまってないから次の日には別のものになってる。悲しさの中で笑顔ツイッターからまたは私のホームページからメール、ツイッター、フェイスブック、どちらからでも OK です。コメントお待ちしています。涼しくなってきて走るにはとてもいい季節になりましたが、東京マラソン抽選結果っていうねメールが来て、あ、もしかしてなんて思ったら残念ながら落選って書いてあって、お友達にメールしたら私も落選って書いてあって、どうやったら頑張れるの抽選ってね、頑張りようがないというか、また別の大会を探そうかなと思っています。最後に Q のありがとうオンザピアノを聴きながら今回はお別れです。風が流行っているので気をつけてくださいね。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。初めてあなたと出会った、あの日もこんな日で、太陽が少し眩しくて、あなたの顔覚えてなかった。駅まで一緒に
た会う約束もしないで、ホームでさよならして、全然ドラマチックじゃなかった。ミュミックスポットレディオ。